はい、どうもマーでーす。今回もですね、浜松発ブランドフレイヤーさんのデザイナーのゆうくんとちょっと対談ですね。で、今回この対談をしてるっていうのは、フレイヤーさんが今回新作を出すっていうことで、そちらのね、魅力については話してもらおうかなと思うんですけど、まあ、新作はね、こちら、こういった感じになってますね。で、これはどういったところをこうおすすめでやっぱ出してるんですかね。まあ、おすすめとしては、うちロゴキャラクターとして、まあ、マンキーベアっていうクマのこちらですね、これがあるんですけど、まあ、そちらの兄弟っていうか、また違った形、はいはい、で今年トラ年じゃないですか、はい、まあ、それにちなんでそのクマにトライバルタトゥーのデザインを入れた。クマトライバルのタトゥー、まあ、トラ柄、クマなのにトラ柄、そう、クマなのにトラ柄の、クマなのにトラ柄のトライバル入れちゃう。推しは一応うちのロゴキャラクターとしてクマなんで、あ、それはね、まあ、トラをね、いきなり出すわけにはいかないっていうか、いやいや、まあそのクマに着せちゃおうみたいな、まあ、そのデザイン変えちゃおうみたい な, そ う, たい な, たいな、そういう感じがね。でやっぱ、はあ、うちとして全部ね、あのロゴにしてもキャラクターにしても、はじめ手書きから始めて仲良くさせてもらってるポルボワークスさんっていう、ポルボワークス、うん、あの業者さんがいるんですけど、はい、まあ、そこの方にトレース作業とかしてもらって、はい、まあ、完成させてるんですけど、なるほど、まあ初めはね、あの全然知名度もなくて、うん、やっぱ一から本当に始めたんで、うん、見てる人も少ないし、これなんだっていう感じだったんだけど、はい、やっぱりインスタとかでね、はい、ちょっとずつやっぱ宣伝とか投稿とか、はい、ストーリーとかしてって、はい、やっぱちょっとずつ知名度もね上がってきて、初めて何年でしたっけ。初めてまだ2年ちょいですね。うん、でも2年間ね、強い思いを持ってね、やっぱ自分のブランド広めたいなっていうことでね、インスタグラムとかもね、頑張って投稿し続けてる。もう僕もね、インスタ見てるんでね、まあ、そういうのをね、ずっと発信し続けてる方なんでね、あの、まあ、ちなみにそれも、まあ、モデルさんとかにも来てもらってるわけじゃないですか。はいはいはい。でも結構その、まあ、いろんな方とかに来てもらうっていう機会もこれからね、あの増やしていきたいっていうこともあってね、こういう配信をねちょっとさせてもらってるんですけど、まあ、ぜひね、そのインスタグラムでアンバサダーを探してるんでしたっけ。まあ、アンバサダーとかも、まあ、そうですね、募集してるにはしてて、いろんな方にね、まあ、男性も女性も着る、うちとしてねユニセックスブランドっていうのがあるんで、はいはい、まあ、男性も女性も着やすい、はいはい、いろんな系統の方にも着れるっていうシンプルデザインだったりとか、はい、ファンキーなデザインなものがあるんで、ぜひねそういうアンバサダーとか、じゃあ着画モデルとして、はい、まあ、着てもいいよとかっていう方がいたら、それもインスタの DM とかでいいんですか。もう全然大丈夫です。インスタ、まあ基本的にインスタ、はいはい、まあ、基本的にインスタ の,、うん、の DM で募集してます。まあ、もちろんね、そのインスタグラムもね、動画概要欄の方にね、あのフレイヤーさん、オンラインショップもやってるんで、そちらもあの載せときますんでね、チェックしてもらって、で、今回の新作もね、新作どれくらい出すんですか。新作は、まあ、とりあえず2着。あ、2着 ?2着っていうか、2つ、デザインは同じなん、ね、うん、デザインは同じなんですけど、まあ、色違いっていう、あ、あの、ネオンカラーで、イエローとピンク。だから今年って、こういう感じですね。そうです。あの、はい、トレンドとして、まあ、ピンク系っていうのが流行ってて、ね、まあ、ネオンカラーっていうのは前々から結構やっぱり人気で、うん、らしいです。僕ファッション疎いんで分かんないですけど。そうです、なんかトレンドでやっぱりネオンカラーだったりとか、はいはい、まあ、今年はピンクだったり、まあ、今だったら、まあ、今年も多分流行していくと思うんですけど、緑とか、あ、はいはい、うん、トレンドを取り入れてそういうデザインカラーだったりとか、そういうのも意識してやっぱいろいろ作ってて、はいはい、出してるんで。こちらはあれですよね、在庫を抱える形式ではなくて、オンラインショップでも受注生産という形で、ね、あ、そうです、基本、そうです、ね、基本的にあの注文を受けてから作らせてもらってるっていう形で、だいたい注文を受けてから2週間ぐらいはちょっと時間経っちゃうんですけど、購入してくださる方がいればオンラインショップもやってるんで、そちらもインスタグラムの方からプロフィール欄から飛ぶことができるんで、はいはい、そっちの方を覗いて
見てくれたらありがたいと思って、まあ覗くだけじゃなくてね、そこでフォローとかしてくれたらね、2年半経つけども、まあそこまでのフォロワー数もやっぱいないんで。ちなみに、まあ、フォローしたらフォロー返してくれますか？まあ返すようにしてます。あ、フォローバック100%らしいんで。そうです。まあ返すようには全然そこはしてます。はい、もう携帯ちょっと見てフォローしてくれてたら、まあ返すようにはしてます。もしね、はい、そのデザインとかを見てね、誰かに広めるっていうことでね、ちょっとフォローしてあげてもいいなっていうことなので、そうですね、そこです。広めるっていうか、やっぱ知名度がね、うん、2年半やってるけど、やっぱりこの世界やっぱレッドオーシャンなんで、いろんなブランドあるじゃないですか。うん、まあ本当に多いですからね、ブランドって。でやっぱりそう、服っていうのと、まあデザインとかそういうのもやっぱ本当に好き嫌いあると思うんで。はい、始めた頃よりはやっぱりいろんな方にいろんなことを言ってもらえたりとかしてるんで、まあこれからもね、そうやってどん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 知名度を上げてって、この地域だけじゃなくて、例えばもう本当日本、まあもう本当に後々にはね、世界っていう、あ、そこはね、まあそこまでは本当にこれとしてはもう夢を持ってやり続けてるんで、ブランドあるよ、こういう服あるよって、例えばインスタとかでもシェアとか、投稿とかストーリーとかでシェアしてくれたりとかね、そういうこともしてくれたらありがたいなっていうふうに思ってます。まあね、こんな感じで頑張っているみたいなんでね、フォローしたらフォローバックもしてくれるっていうことでね、フォローバックするってことは、そのフォローしてくれた方の情報とかも、こちらのゆうくんのね、フォロワーさんを伝ってね、広がっていくんでね、やっぱみんなでね、こう繋がっていって、そのお互いに情報を共有し合えるっていう感じになるとね、やっぱ一番いろんなことって広がっていくと思うんで、まあ情報ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。今ね、もう本当に SNS の本当に世界がすごいんで、なのでね、まあその中でもね、あ、こんなのあるんだって言ってね、結構その知らないで埋もれて知ってしまうもんってすごく多いので、僕はフレイヤーさんのデザイン結構好きなので、やっぱ応援もしてますし、それだからこういった配信もさせてもらってるし、今ねこうやって2人でお話しさせてもらってるんですけど、やっぱね、なかなか知名度を上げるっていうのは一般人なんでね、難しいところがあるんで、こちらはね、ちょっともうこの動画をもし見ていただいた方がいたらね、お互いにちょっと何か活動してる方だったら協力し合いましょうっていう形でね、フォローもねし合っていただいて、情報も共有し合っていただいて、広めていただけるとね、やっぱ一番嬉しいなっていうね、まあ、みんなでこう楽しくいいものを紹介していきたいなっていうのでね、今回こういった動画を撮らせてもらってるっていう感じになってですね。ちなみになんですけど、そのオリジナルブランドフレイヤーさんの服の相場っていうか値段設定みたいなところってどれくらいなんですか？まあ夏だったら、まあ、今 T シャツだとかショートパンツとか出してるんですけど、まあ、基本的に5000円からで、まあ、セットアップで1万円、うん、いわゆる、まあ、パーカーとかそういうので8000円とか、そうですね、だいたいそのぐらいの値段になってますね。ちなみにそういうのはキャンペーンとかあったりするんですか？まあ、一応時たま何パーセントオフとかやったりしてて、オンラインショップじゃなくて、例えばインスタから直接 DM とかいただいたりしたら、はい、送料無料とかやってます。基本的にオンラインショップからの注文だと、はい、まあ一律ね、全国600円で出してるんで、はい、やっぱりね、 DM で直接くれたら600円で、やっぱ大きいじゃないですか。そうですね、っていう感じで、やっぱさっきも言ったけど、その受注生産なんで、はい、まあ本当に注文を受けてから2週間ぐらいはちょっと時間もらってるんで、はい、まあ、そこら辺を加味してくれたらなと思っています。はい、というわけですね、まあ、無料になるらしいんで直でバンバン DM 送っちゃってください。そうですね、まあ、インスタの方でね、ライブ配信とかもしてるんでね、フォローしていただいて、ぜひね、そちらとかも見てもらったりとかすると、時たまね、キャンペーン企画とかもね、ゲリラ的に行うんで、なんかいつやるとかっていうのもないらしいんで、突然始まるんで、それフォローしてないとちょっとわかんないなっていうのがあるんで、まあ一応ね、フォローしていただけたらなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じで。
今回は新作の紹介はこんな感じでよかったですか。そうね、新作の感じはそんな感じで、あとは最近本当昨日かな、うちの宣伝部仲良くさせてもらってるショップさんいるんですけど、まあその人が自分の方のショップが手につかない状態で、うん、まあその時間がある状態でね、うん、今、うん、あのうちの方の宣伝とかバンバンしてくれてるんで、はい、まあそちらの方もね、あのインスタのストーリーとかに上げてるんで、そちらの方もまあ、ちなみにそれはどなたさん、CEO ヨロさんっていう、多分インスタで調べればわかると思うんですけど、はい、じゃあそれも動画が今貼っておきますか。そうですね、お願いします。了解です。まあこれからも新しいデザインだったりとか、既存のデザインでまた例えば違ったね、夏だったら T シャツだとか、そっちの方も出していきたいと思うんで、うちの方も応援してくれたらなと思ってます。先日ね、地になりましたって、はい、動画にも上がっててね、結構ね大変な思いもしてるんでね、まあ、そういった意味でもね、ちょっとこの人応援したらなんとかわいそうやなとかって思ってくれたらね、ぜひ応援してもらいたいんでね、僕ももちろん応援してますんでね、もしこのね動画を見てね応援したろと思った方がいたらね、バンバンフォローしていただいてね、つながっていただけたらなって思います。まあ今回こんな感じでいいですかね。そうですね、はい。はい、まあね、またね新作とか上がるたびに、まあ、うちのチャンネルともね提携させてもらってるんでね、プレイヤーさんの情報とかもね上がってきますし、まあ、もちろんね、ご自身でやってるインスタグラムでも情報どんどん上がっていくんでね、興味がある方はぜひそちらをチェックしてみてください、はい、じゃあまたこういった動画上げていきたいと思います。バイバイ、ありがとうございます。